はい、どうもみなさん、こんにちは、もちゃ TV です。今回もイニングレム2016マイクラブやっていきたいと思います。対戦相手の方がまたキキケさんということでね、ものすごい3年、もうすげえやってる。もう日本一になってるよね、この人今、マイクラブ。え、そうなの？うん、で、デブライに来たから。あ、そうだ、うちね、そう、うちね、なんかうちと相手の情報さら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 っていくか。やっていきましょう。デブライ使ってるんでしょ？使ってるよ。どうなんですかと。そう、今回はね、誰に変えたんだっけ？ディマリアを1回下げて、そうデブライに使って、ディマリアを後半から出すみたいな感じ。そう、あのね、6-1で負けた動画も上がってるんだけど、その前にも 2-3 で負けてて。あ、なるほど。その後か、うん、だから2連勝して2連覇してるの今。あ、なるほど。これ3連敗するわけにいかないから。でも前のやつも比べたら、前のやつ2回ぐらい、まあ、2勝4敗ぐらい今。そうだね、前はね、ちょっと戦力いなかったってのあるんだけどね。まあしょうがないね。オーリーが懐かしいよ、センターバック。それ可愛いところ。北沢さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いいんじゃないか。うわぁ、まあ結構まあ早めに対処するのは大切だからね。あんま打つとなんか外れ癖みたいなのあるじゃん。エモっちゃうから。これは先に触ります。セルヒオラモス、デブライン、ロングでいいんじゃない。セルヒオラモス、ロングでのフィード。ここはね、ぶっちゃけ、まあそうだね、前線へ出す。すごい、しょうがないね。ナイスカー。あ、おお。ここは要注意ですよ。裏に味方を。ああ、やばい。うわあ、綺麗にやられた。やっぱ抜いてきてるね。一個。くそー、今上やれうまかったな。一個抜いてきてるよ。これちょっと立て直せないと厳しそうだな。いやー、しっかりこういう状況で決められる決定力の高さは素晴らしいでしょうね。特に1対1はキーパーの他にプレッシャーとの勝負もありますからね。自由コスタか、ヒット強いやん。コースを判断する冷静さが不可欠なんですよね。難しいゴールですね。粘れ。ここはかなり危ね。オッケー。さあ、柏この立ち上がりにして、北沢さん、いかがご覧になりますか。いや、強豪同士いきなりスコアが動くゲームになりましたよね。うわ、マジか、前行かれる。まだ序盤なのでいくらでも立て直しは効きますよね。ちょっとね、ここは勝負にはいきません。そう結構相手の入り攻撃するからね。パスはレイス、この前半の序盤に先制点を奪われてしまった状況です。まだ序盤ですから焦ることはないと思いますけどね。サイドのスペースを使います。このボールに触ります。前も、バルセロナボールです。まだ1点だからね、うん、ただやっぱ相手は前回同様抜きに来てるね。そうやな、うん、少し一枚かわしてからっていう意識が高いから、うん、そこはあんまなんか、あれなのかもしれない、ね。相手がかわしてきたところを取るようにしてないかもしれない。あんまりなんかグイグイいかない方がいい。一発じゃなくて、かわしてきた先に取ればいいんじゃないかな。前半の3分の1が経過しました。柏としては、ここで傷口をこれ以上広げないことですよね。まだ前半中盤なんでリスクを犯す時間帯でもないですからね。ここで勝ってほしいんだよな。あそこちょっとね、風を使います。お、うん、多分そうだと思います。あーっと、オーケー、おー、おー、え、あ、まあ待ってるね。ちょ、さて、ロッペ、はい、押せよ、お前。ティアゴ、ジェラール・ピケ、ネイマー、まだ痛かってるよ。あるよ、でもエブライン、イブラヒモビッチに当たる。さあ、フリーで受ける、シュート、よいしょ、デブライン、デブラインやっぱいいな。まだうずくまってるぞ、あいつ。まだうずくまってアピールしてるわ。あ、これやっぱ行かない方がいいね、守備。あえて待ってた方がいい、シュートコースだと前に立って。デブライン、バッチリでしたよね。これはバセルノってシンプルに見えますけども、非常に難しいんですよね。ここのポイントしかないですからね。非常に素晴らしいゴールになりましたよね。よいしょ、あんまこしょうね。アスワレイス、ほら、これ抜け落ちてくるから。ワールドクラスになってくるとスーパーゴールが見たいという期待反面、実際ビッグチャンスをそう簡単に作れませんからね。はい、ほら、抜け落ちてくるっていう時に決めてきてる結果なんですよね。そうですね、ボールは抜け落ちてくるよ、ほら。イブちゃん、いやー、楽しいな。しょうね、
こうやったらでも実際相当攻撃が強く思っちゃうよね。セルジオラモス、オッケー、奪われると危険な位置。ネイマール、あ、ドリできるスペースがあるぞ。前半31分です。デブライン読んでたけど、かわすっていうね、そこは。ネイマールに渡る、ゆるいボール。うわぁ、まだある、まだある、処理ミスある、これ。うわぁ、まだある、まだある。これしょうがないけど、あお結構あれだね、ずれてるね、相手の。ずれてる、ずれてる。まあ、ここら辺でね。ロイス、ここで一個、ここで一個抜こうとしてくる、絶対。ほら。デブライン。すごいと思うし。すごいとこどうしてる。来た中。デブライン。角度もいいな。ネイマール。いいね。いや、あーっと、まあ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 。あれかわせればもう最高だったの。来てるね。OK。ネイマール。いや、最高。裏へのスルーパス。味方を走らせる。ドン！よっしゃ！素晴らしい今のは。スポキャンでね。うん。いいぞデブライネ、ワンゴールワンアシスト。いやスーパースターや、やっぱあいつは。2014年使いたい。あ、これ返してくる絶対。ほらほら、これ返してくる、これ返してくる。うまいんだあれ、かわしが。あれ、イカスでもいいのかもね。なんかね、勝手になんか足出しちゃうんだ。そう、あのさ、スルートフェイントかな。俺カーソル、カーソル合わせてないじゃん俺、うん、それなのに勝手にカーソル外して機械でいかせてんの。あ、なるほどね。そこを抜いてくるんだよ、やらしい。うまいわ、やっぱやらしいよ。いや、1位で今縦にボールを、これ走って走って走ってる。あーっと、これ大丈夫でしょ。 OK、 これ前半、まあ、前半ね、勝ち越すことが大切。まだまだ、もう一回ある。あーっと、慣れ慣れ、まあまあ、しょうがない、しょうがない。これ抜いてくる、抜いてくる、絶対。よいしょ、はい。これな、終了の笛です。だからあのね、多分ね、俺も結構今意識してるけど、外した時に多分抜こうとするんだね。そう、うー、あれうざいよ。あれ普通カーソル外すと結構取られるの、うん、そこをうまいように利用してるから。逆にさ、カーソルこっちが合ってればあれで抜かれないんだよね。抜かれない。さあ後半、相手がこっちがその切り替える瞬間を狙ってるから、 そこだよね。デブルーにいいわ。3点目欲しいね。この柔らかいパス、よいしょ、よいしょ。これはでかい。あと1点取れれば結構流れがもう。よしよしよし。オッケー、ここでもいか、あんまいかない方がいい。これ抜いてこいですよ、絶対。ほら。いかなきゃね、結構やっぱパスミスしてくれるのよ。あー、そっちじゃない、デブラ、デブラ。あーと、お前すごい、敵陣突っ込むな。イブ、イブ。柏としてはまあプラン通りといったところでしょうかね。いいんじゃないか。行ってるんじゃないでしょうかね。まあまあしゃあない。ここね、ミス、処理ミスを狙うと。この処理ミスを狙うんでかい。いいね、デブライネ、いいよ、いいとこいるよ。すごいとこ出すじゃん。お前が操作してんだけど。来た来たね。スペースへ出す。あー、もうちょいいいパスだった。もうちょい前だな。まあこれ一旦行かないといけない。あ、これは、こちらね。カスとしては、後半いい入り方ができてますからね。いいリズムのうちにどんどん行くべきでしょうね。これ大丈夫です。これも大丈夫。詰まってるから。まあ、あんまシュート打つモーションに入れないよね、あそこに詰められる。イブ？ただ、あのやっぱ抜くのはちょっと気をつけたいよね。カーソル当てても抜いてきてるから。なるほど。チエゴへのボール。ネイマール。いいね、これ。ディアゴ。ピケからのこれなんです。いいんじゃない。あ、まあ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 、これこの後、この後切っといて、あ、これ走ってる、絶対抜いてく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 る。今は守備に集中して隙があったらゴールを狙っていくスタンスでいいと思いますけどね。お、裏もそうだね。これ処理ミスでいいと思うけどね。デブライネ前線へのボール、よいしょ。まあまあ、これ相手落ちちゃった。あーっと、これが相手落ちてしまった。あー、マジかよ。相手に落ちてしまったな。まあ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 、毎回こんな感じになるわ。そうなんだよ。バルセロナ、あと1点のところまで詰めてきました。ゲッツ、
フレッシュな選手入れてね、ここで。いやー、ドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。そうですね、何かよ、あそこ相手に当たっちゃって落ちちゃったね。最悪、もう染み付いてるんでしょうね。まだ勝ってるから、見て引き分けてる状況的だからね。ミューラーゲッツェ、お、来たんじゃない、ブラヒモビッチ、あー、惜しい、まあまあまあ、ムハンマドサラ、これ狙ってるよ、スペースを狙う、ここは読んでいました、okay、ちょっとでかいな。絶好の位置で受ける、あー、うまい、ナイス、マニキ、いやー、今のうまかったわ。ゴールなりませんでした。何狙ってくるよ、止めて、いや狙ってくるよ、絶対攻撃参加ですよ、絶対まんまくっつけちゃおうかな。ここで同点だったらでかいからね、相手は。ディマリア出した方がいいな。ここ。ないすごいキッカー変えてきてる。揺さぶり。ミラ。このボール危険です。おい。マジかよ。まあしゃあないな。出たよ、こういうので2失点するやつ。また試合は振り出しに戻ります。ああ、これ気をつけないよ。立ち直さないとね。まあまあしょうがない。もったいねー、もうあと1点取れればでもある。1点は結構取れるからね。1点取った後、またさらに追加点来たんじゃないか。1点目は狙いとしては最高ですよね。中柔らかいボール、おい。いや、ファウルでしょ。これレッド、レッドだろ、キエルリーニ、おい噛みつくぞ。いや、やめろやめろ。あ、レッドレッドレッド、これはでかい、これはでかい。 PK マジ下手なんで俺。俺蹴ろうか。ここは確実に決めてね、勢いつけたいでしょうね。男だね、右にズドン、左か、そうだね、よしこれはでかい。一人いねえからね、これもう一点欲しいよ。攻めるしかないから、向こう。しかも、いや、キーパー読んでたんですけどもね、キッカーの方が一枚上手でしたね。よしよしよし、しょうがないしょうがない。おお、すごいとこ通してくる。もう2点目です。結構多分守備ないでしょ。守備、まあ下に揃えてるのかな。柏としてはまあ数的なアドバンテージをうまく生かしていると言いますか、ここが間延びしてるから、絶対ボールを回していれば自然と有利な状況ができますからね。それができているということですよね。ロングフィードで狙う、いや、いい、いや、ドン、うわー、ワンガルツ、すごいいいキーパーや。おい、あのコースなかなか止められないよ。時間帯で2点差に広がってしまうと、リードしている方は非常に余裕を持って試合を進められますよね。いやらしいよね、みたいね、僕だから。そうですね、おー、ナイスキーだ。ちょ、こいつ神がかってねえか。今のが決まっているまで、この後の試合の進め方が非常に楽になったと思うんですけどね。ここは決まりませんでしたね。いいね。さあ、左サイドへ来たんじゃない、外サイドのスペースへ走らせると思ったら、外ドーン、よいしょよいしょ。まあ、1枚少なけりゃね、マークつけないでしょ、完全に。6点取る。前回のあれってこと？そう。あ、ちょっともう向こうもあれかな。ただいまの得点、中盤で奪ったの攻撃。すごい。おじさん。あ、まあちょっと、もう、あれだな。人いないからな。いや、まだ諦めてない、絶対。あ、まあそう。強者違うか。これ1点でも、あ、そうだな。イブラヒモビッチ、今日3点目。さあ、柏は勝利へと導く1点となるのでしょうか。外、まあ、1点取った後、またさらに追加点。1点目では、うわ、そっち中だったら最高だったな。危ね、今のしてないじゃない、うん、今危ないよ。さあ、バルセロナボールです。ダニーロ、なぜ抜けてくる。ミューラー、ティアゴ、味方を走らせる。あ、ちょっとあれだね、起きた、裏、あ、あ、ファールか。これはファールを取られました。いやー、よかった。まああそこ行かなきゃったら手入っちゃったからね。そうなんだよ、完全に崩したと思ったらさ、危ねえ。最後しっかりガルバハル、おーおーおー、アシュアレイソル、ここは時間を使います。ジェラール・ピケ、ミューラー、うん、おー、積極的に仕掛けます。すごい取られちゃう。まあ、ごしょうがない。ここは中央を一人で突破を図る。
よーし、危ねえ、3連敗してたとか、激戦でしたね、危な、どっちに転んでももうおかしくないみたいな。で3-1にした時にやっぱりいけるかなと思うんだけど、そうそう、簡単にまくられるんだよね、まくられるね、まあちょっと効果不分だったけど、まあ当たっちゃったからね、あとまあコーナーがね、そうだね、デブライによくね、デブライにいいわっていうことをね伝えたかった、1869だよもうすげえ919かわいい、めちゃめちゃ3倍ぐらいある向こう3倍今多分日本一なんだよ、もう。あ、そうなんだ。ジェクトさん確か抜いてたね、最新ランキング。すげえな。俺もしばらくやってなくてさ、あれだったんだけど、見ればわかるんだけど、ほら、お、ほんとだ、103ぐらい、100、まあ、103はまだついてないか、うん、もうでも 100差ぐらいついちゃった。なんかもう結構2000とかちらほらいるんだね、5人、6人、うん、いるね、すごいね。いやー、使ったね。まあデブライネ来たらやっぱでかかったかな、結構ワン得点、まあそうだよね、ワンゴール、ワンアシストだからね。何かあんだっけ、なんか特殊能力あるんだよね、デブライネは。なんかね、確かね、いろいろあるんだよこれね。あと結構フラパスが、フラパスというかね、パスが好きな人はデブライネ使うと、うん、まあまあなんか良さげね。なんかね、コントロールカーブ、ワンタッチシュート、バックスピンロブとピンポイントクロスがあるから、うん、多分ピンポイントクロスがなんだろうな、フラパス、うん、が多分ピンポイントでいくみたいな、うん、が多分あると思う、デブライネは。やってて思った、うん、デブライネあるで。あとなんかね、コメントでも来てたんだけど、あのカーソル合わせてね、勝手に走るやつあるじゃん、うん、あれはあれだよね、ベンツマとかが持ってる、もともと持ってるスキルの、あ、なんかあのシャドウストライカーじゃなくて、なんだっけ、あのなんか走るやつ、うん、っていう選手の機能があるから、うん、それ見てもらえば多分分かると思います。あとこいつ両利きなんだよね、デブライネって両利きだと思うんだよね。左でもいいの打てんだよ、右足どっち、これね、右なのかな、逆足精度が4じゃん、うん、これも結構重要で、確か逆足精度っていうのが高いと、いいの、高いとそう、どっちも切れますみたいな、うん、でコンディション安定度も7じゃん、まあ、これ関係ないけど、うん、こういうところも見ると結構面白いのかもしれない。まあ、あんま見てやってなかったもんね。いや、でも俺昔やってたんだよ、こういうところ。あ、そう、ほらほら、ネイマールとかだと低いじゃん、逆足精度とか、うん、でもデブライネだとだから限りなく両足使える選手とだよね。だから左で結構根幹で決めたりするんだよね、決めたりするから。結構ね、デブライネは2016、今頃になって取ったけど、おすすめの選手の一人かな。2017もどうなるの、ね、いや、で2017若いんだから。そっか、若いでしょ、だってそうだね、ものすごい今出てきた選手だから、多分2017も引き続き欲しい選手で、ね、あるような感じだよね。結構プレーもいいし、ね、ちょっと前大怪我してるような気がするけど、そうそうそう、戻ってきてまた早速活躍してたけど、うん、まあ、こんな感じでね、今919かな、なんで ね、まあ、そうだね、928行ったんだけど、また負けてとかね、いろいろあるんでね。まあ、いつも、まあ、戦績見せればいいんじゃない、あれ、うん、ここら辺じゃない、これ負けてんの、あ、勝ったよ、これは、これ、だからあれがあるからね、あの、シムが、うん、これ負けてんの、これ、ここが調子悪かったね、ここまで5連勝とかしてたんだけど、負けてみたいな、もう多いから。まあ、そうだね、なんとかね、950までに行って、1000ね、そうね、行きたいね。ということで、間違いの動画でお会いしましょう。さよなら、バイ。